さあ、ということで、いよいよですね。本編になるのかな？断罪状への道、行きましょう。断罪状に繋がってる世界。絆が深い仲間のみ、出現するということで、おそらく全員出てくるんじゃないかな。深度は20ですね。さあ、ということで、この感じ久々だね。まあ、マラソンで第3、第4あたりはね、よく潜ったりはしてたんだけど、新しいダンジョンは久々って感じだね。北川様より、ついに第5世界だな。この第5世界こそ、通称、断罪状への道だ。第5世界にもなるんだ。カウントされるんだ。うん、なんかお酒置いてある。見ろよこれ。お前が解いた封印の残骸だ。今まではこいつのせいで断罪状まで行けなかったんだよ。断罪状はこの世界の最奥にある。そこへ協力者を連れてくるんだ。要するに、いつも通り仲間を連れて世界を踏破しろってことだよ。ただし、連れて来れるのは一人だけ。いつもみたいに二人連れてきちゃダメだぜ。一人だけなんだ。さすがに協力者の目星はついたろ。容疑者を一人必ず連れてこいよ。まあ、選択肢はかなりあると思うので、まあそんなに深く考えずにやっていきましょうか。おし、では、いきなり仲間だね。いいな、BGM。乗ってますね、かなり。うお、マジか。めちゃ早かったな。仲間さんと出会ってから戦いたいな、極力。やば。やば、当たんないんだけど。え、待って、普通にやられるんだけど。え、待って、やばいんだけど。そんな一発目の戦闘からアイデアもあるんだ。使っちゃおう。はい。うわ、当たんない。あ。まさか最初の戦闘でやれるとは。二人体制になってから戦いたいな、ちょっと。割と最初の段階からそこそこの強さの敵さん出るんだな。さあ、ということで気を取り直して頑張っていきましょう。まあ、とりあえず二人体制になるまでは何とかして逃げよう。話はそれからだということでやっていきましょう。極力戦わずに行きたい。お仲間さんと出会うまでは。うわ、マジか。宝箱取りたかったな。まあでも焦んない。
一応カクテルはですね同じ体勢とってます。いや、おバランさんか、そうよ、さんお願いします、うん、二人体勢にはなったので戦いますか。出来だね、頑張ろう。たけよ、なんだか倒せんするね。ただすでに2人体勢でいかないとややきついか。一旦で倒すには固めてや埋めよ。 OK、 楽に立てたかな。もっといい絵が描けそうだ。まあただステラの方もねあるからね、この辺で強化していけば意外といけるのかもしれない。でね、個人的なミックさん対策としては、あの宝箱取る前にね、あのユータンで一振りするっていうか攻撃を。敵だね、頑張ろう。それやるとね、うっかりで戦闘入ることなくなるので結構ねおすすめです。風雷の試練とかでもあの罠チェックとかテクであるじゃないですか。一歩動いてブンってなんか振る感じで目の前にね罠あると出てきてくれるんだよね確か。それと同じ要領で当たり判定があるので、こんな感じで振ってミミックさんだとこれで戦闘入るんですよ。なのでこれ結構ね使えるなと思いました。まあ、とりあえずいろいろ取っていくか。まずはいろんな技が欲しい。でそれなりのレベルも欲しいのでちゃんと見てから次とか行きましょう。敵だね、頑張ろう。お、一発で倒せるようになったね。オッケーオッケー、これはでかい。もっといい絵が描けそうだ。やっぱどんどんレベル上がるな。フロントステップ大丈夫かな。ステップ系怖いからな。ひまわりですかね、なんかすごい咲いてるよね。あと奥の方か。さあドリームドリンク、ありがたい。でこっちの方にもありますよね確か。よし、いるね。敵だね、頑張ろう。立てよ、はい、はい、オッケー。ちょっとバランさんの MP 消費が激しいか。敵だね、頑張ろう。埋めよ。おい、
そっか、もうちょい続くのか。こっちではないね。どうしようかな、先に見ちゃうか。敵だね、頑張ろう。はいはい、埋めよう。役に立てたかな。スーだ、いいね。まだまだ大丈夫。竹を手ごといった、いい。はい、バランスは守ればいいかな、とりあえず。よし、極力な。このマップも見たいんだよな。マップというかフロア、マップ、マップか。宝箱を取るところまでは行きたい。何とかして。敵だね、頑張ろう。立てよ、もっといい絵がつけそうだ。うわー、どうしよっかな。ちょっと変えてみるか。やば、まだまだ大丈夫。こっからでも届くね。はい、やばい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 。あ、なんか出ちゃった。そこそこの値段で売れる、ありがたい。ちょっとさすがにバランさんに使うか、 MP 回復で見たよね。では行きましょう、イベントだ。あら、普通に階段だね。あ、ありがたい。回復。休憩所か、天文台。こっち行けば、ただ、ショップがある。預かり箱。預かり箱はね、マラソンしてる時に何回か出会いましたね。やられた時って、アイテムロストしてしまうじゃないですか。そのロストを防ぐというか、そのお店の宝箱、あっちに送ることができるみたいな、保険かけることができるよみたいな感じですね。複製の鏡って多分まだ出会ってないような気がする。とりあえず戦闘こなしたいので休憩所が欲しいかな。とりあえず後々の選択肢も広がりますからね。この次の、お、ちょっと雨降ってる。うわー、強そう。敵だね、多いな。頑張ろう。2体入れましょう。 OK、
こういう鳥さん増えてくイメージがあるからさ。なんだこうなったね。早めに倒さねばって思うけど、まあ逆に利用すれば経験値ね、いっぱいもらえますからね。おお、びっくりした。まだ大丈夫。振り回してたらいた。多分一旦目はため技だよね。ためて来るって感じだよね。あーそっか、バランさんだとちょっときついか。まあ、そんなら良いターンでいきましょう。はい、もっといい絵が描けるな。が薄くなった気がする。うん、そこにいたのね。頑張ろう。はいはい、めっちゃボートしてる、かわいい。よかった、勝てたみたいだ。いいね、回復アイテム、ありがたい。敵だね、頑張ろう。埋めよう。まあ今んとこはなんとかなってるかな。敵だね、頑張ろう。ちょい届かないか。まあそんなら良いターンで倒しに行こう。もっといい絵が描けそうだ。まあ、とりあえずは進むか。戦う。敵だね、頑張ろう。若い子は一旦溜め技を使うはずだから、大丈夫なはず。 OK、 埋めよう。よかった、勝てたみたいだ。おう、クラゲさんかな。敵だね、頑張ろう。埋めよう。とりあえず2体。いい、残っちゃうか。そんなら良いたんで、クラゲさんの方行って、バランさんで、鳥さんの方行こう。役に立てたかな。敵だね、頑張ろう。埋めよう。で、下の方かな。行ってない方角は。
なんかここ怖いね。なんか強そうなんだけど。絶対ヤバい絶対ヤバい絶対ヤバい。敵だね。普通に追いつかれた。頑張ろう。埋めよう。怖いな。いけるかな。倒せるのであれば倒したいよね。先にいけるな。オッケーオッケー。よかった。危ねえ危ねえ。埋めよう。だ役に立てたかな。もっといい絵が描けそうだ。またまた。このステラ持ってたよな。ですね。まあよく言えばね、ドリームドリンクじゃなくて休憩所で回復したいなっていうのがあるんだけど。エナジー持つかなこれ。世界が消えそうだ。なかなかのペース減ってるな。まあ、そんなら飲んじゃいますか。さすがに危ないな。なんか一歩でさ、HP1 ぐらいの消費だったら、もう向かっちゃおうかなって思ったんだけど。ちょっとなかなかやばいペースで来てましたね今。役に立てたかな。敵だね。頑張ろう。休憩所があると分かってしまえばもう積極的に戦っていい。埋めよう。こっち側にあるんだね。オッケーオッケー。では利用しましょう。で行っちゃえばいいかな。さあこの次がとりあえず目覚まし時計ですね。まあ、初級どうかな。無難に。複製の鏡気になるけどね。ちょっとでも強化したいな。敵だね。頑張ろう。埋めよう。埋めよう。めっちゃボードしてる。だ埋めよう。はい。役に立てたかな。まだまだ大丈夫。だ、まあ、クリティカル的なものが来れば。バランサーも一撃でいけるって感じだね。鳥さんね。だ役に立てたかな。もっといい絵が描けそうだ。ただカクテル効果のおかげか素がいいね。強化しましょう。カクテル効果のおかげか HP にはだいぶ余裕がありますね今んとこ。敵だね。頑張ろう。
埋めよう。いけっか。よし。まだまだ大丈夫。まあ、意外とあのドラゴンさん的な敵さんね、倒せることが分かったので突っ込んでいきましょう。ああいいね、スケヨスケヨ。でそろそろバランサーの方も強くしていかねばって感じだね。敵だね。とりあえず良いターン優先でやっていたので、たけよ。はい、敵だね。頑張ろう。立てよ。もっといい絵が描けそうだ。ダブルフロントステップか。大丈夫かな。おお、びっくりした。大丈夫だね。敵だね。頑張ろう。強いターンでこっちでバランスでこっち。OK。よかった。ありがとうございます。勝てたみたいだ。ありました。まあ、ツーダをレベル3にするか。敵だね。頑張ろう。埋めよう。次目覚まし時計だからな、ここで回復使うのはややもったいない気がする。どうにもやばければ使うんだけど、ほんとね、あの回復ケチってるとね、あのやられますからね。セラビス、よし、売りますか。入浴剤は買おう。ベガベルト買っとこう。まあ、こんな感じかな。バランスの方につけましょう。で回れましたね。いきますか。とりあえず第一中間地点といったところか。
そうだな、入浴剤カジさんかジンガさんいればあげようかなと思ったけど、カジさんいるね。どうぞ。心遣い。オッケーオッケー。よし、ではまた同じカクテル飲んで乗り込みますか。よし、では行きましょう。とりあえず仲間はもう一回通りそうだね。おお、綺麗や。そしてお仲間さん。敵だね。頑張ろう。はい、一発で倒せる範囲なのであれば問題ないかな。ただヨイタンとちょっと相性がよろしくないか。回復しちゃいましたよね今。どうなんだろうね、最終的に2人体制になればいいのかな。それならもう途中まででも3人体制の方が助かるけど。なあ、完全に2人体制なんだ。ほんならレオナさんで行くか。そこまでまだバランスいじってないので、まだ変えられるタイミングだよね。全然戦いましょう。そう、レベル11か。とりあえずまあ良い単優先で組んでって、その後かな、レオナさんの強化は。レオナさんに行くか。まだいるんですか。そう、はい、触りました。まあ、レオナさん行くか。
ここは。さあ、階段ありましたよ。青きのこ。そうだよな、普通に回復アイテムとかもあるかもしれないから、やっぱ草は刈ってた方がいいかもしれないな。いつもよりね、職人技は控えめで探索しているので。危な、全然気づいてなかった今。戦いましょう。2体倒す。後ろ取る。オッケー、ありがとうございます。当然の勝利とされました。地形変化もね、うまく使いこなせれば強いと思うんだけどね。はい、でバックアタック。よーし、わー、どうしよう、これ強いな。どうしよっかな、威力補正入るな、ただ範囲がちょっと狭まるかもしれんが、取るか、こっちを、新しい方。いいね、レオナさんも安定しましたね。邪魔、負けるわけがありませんよ。強くなれました。いっぱいいるね。ありませんよ。たまた安定してレベルは上げられてるから今んとこは大丈夫なはず。で、回れたかな。さあ、強敵か宝箱、宝箱で。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また、Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして、他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。